はい、こんにちは。いちご豆腐です。この間、オーバーウォッチの単発動画を2つ上げたんですけれども、また動画上げてくださいっていう、温かいお言葉をいただいて、ちょっと嬉しかったので、これから、ちょっとずつ動画を上げていこうかなと思って撮影しています。で、前回の動画から、だいぶ時間が経ちました。今、レベルが107かな？星がついてます。で、あとね、ヒーローを前回、ザリアとソルジャーばっかりやってたんですけど、あの後、ランクをやり始めて、で、そこで、いくつか新しいキャラに手を出しました。よし。じゃあ、今回の動画も撮ったんですけど、オーバーウォッチをやったことがない人のために、今回使うキャラと今回動画のモードを説明します。まず私が使うキャラはマクリーっていうキャラクターで、こんな見た目のおじさんです。アメリカ人かな？なんか、あれ？なんか変なものが置いてない？ま、いっか。でね、単発で弾を撃っていくキャラですね。で、ワンマガジン6発です。で、これは左クリックなんですけど、右クリックを押すと、今、マガジンに入ってる弾を全部撃ち尽くすっていう、をやります。だから例えば4発しか入ってなかったら4発だけ撃ちます。で、スキルが2個あって、まずこれフラッシュバーン、当たった敵をスタンさせます。で、もう1個が前にちょっと前転します。で、この前転した時にリロードもされます。なので右下を見ててほしいんですけど、こう消費した弾をリロードしてます。で、今回の、まずマップ、ルート、なんだっけ、66？ っていうマップで、ペイロードっていうモードです。で、この戦車、ペイロードを守って進めていくのが攻撃側。で、防衛側は、戦車の周りの敵を一掃して、時間内にこのペイロードをゴールさせるのを妨害するっていう感じですね。このマクリーのアルティメットスキルは、なんて言うんだっけ？デッドアイ。デッドアイです。デッドアイは、今敵がいないんですけど、こう使った時に、こうロックオンして、で、敵が死ぬとこになったら、こう、撃つみたいな感じです。ちょっと敵がいないんで、うまく再現できないんですけど、この後の動画で使ったので、それを見ていただけたらと思います。じゃあ、早速、動画に行きましょう。これ思ったんだけど、この試合始まる前に、撃ってるやつって、あ、武器命中率には関係ないですね。じゃあ、いくらでも撃っていいんだ。よし、頑張って狙うぞ。ほい。外した。もうね、いつもそうなんですよ。スタン当てるのはいいんですけど、当たない。その後ね、頭狙わなきゃって、思えば思うほど、外すという、多分無理に狙いすぎないって、もうおお痛い。ハラがいるのか、ちょっとハラが痛いんですよねと言ってたら、ハラに殺された。今、前転で避けたつもりだったんですけど。あ、ありがとう。これ自分のページで
ステージじゃない、自分のクライアントで避けてても相手の画面で避けてなかったらダメなんですよね。当たんない、当たんない。じゃあ頑張ってこのまま進めて行きましょうと思ったんだけど、なんかね、私ね、やっぱりスナイパーに落とされる気がした。あのまま出たらやっぱり案の定されましたね。あのルシを狙いに来いのは違うの狙おうかな。ちょっとね、遠いやつがね、狙いに来いんですけど、あのウィドウを狙いたいけど、ウィドウの方も私を狙ってきてますね。よし、私今ウィドウに殺されるかなって思ったけど、なんとか間に合った。あ、後ろにいますね。ルシオだったらどうにかなるかな。あ、勝てたんだけどな、ちょっと狙いにくいな。でもルシオがあそこにいる限り何もできないから、むしろ生かしておいてあげた方がいいのかもしれない。痛い。ペッソンミシャバドバ、シャバドバギャー、なんて言ってんですかね。痛い。フルトを使われてるからか。あー怖い。ちょっとね、ウィドウも細すぎて狙いにくいんですよね。こっち寝るのかしら。あ、よし、ナイス、ナイス。もう一人のマクリがやってくれました。当たんない、当たんないよ。上から来るかな。よし、あいつは、あ、降りちゃった。あ、スナイパーが2人いるのか。誰もいないのに撃っちゃった、もったいな。キャンセルすればね、 50% 残るからキャンセルすればよかったですね。あ、持ってかれた。よし、勝ちました。あのウルトですね、これ絶対やられると思ったウィドウに。ナイス。武器命中率 35% か、めっちゃ低いな。遠いところに細いのがいると狙いにくいですね。じゃあまた。